世界を支えるべき存在であった調和の神。その力は常に世界へと注がれ、崩壊を望む混沌の神の力を抑えていた。だがこの戦いで法則は破られた。調和の神は世界を守るはずの力を解放し、その力で戦士たちの身を守り、自ら敗北したのだ。その行為は混沌の神の力を暴走させ、結果世界は形を失うこととなった。かろうじてつなぎ止められた断片の世界、神竜の浄化によってやがて新たな戦いの幕が上がる。消えていった戦士の記憶さえも失って、よみがえる調和の神、そして戦士たち。彼らは再び勝利のために戦い始めることとなる。